らっしゃい、イリキューチャンネルでございます。ということでね、まあ今回はコラボ企画というんですかね、ちょっとね、この方にですね、来ていただいております。はい、アップアップガールズカッコプロレスの渡辺美優です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということでね、美優さんはね、はい、私が、まあ、MC をやっておりますサムライ TV のね、はい、プロレスのすすめにも、はい、お三方で、はい、出させていただきました。ありがとうございます。なんかあれも基本的にはプロレスラーの方が、はい、男子女子かかわらず来るんですけど、はいはい、ね、お三方ってアイドルでもあるじゃないですか。そうですね。だからでアイドルの方と当然お仕事することもあるんですよね、はいはいはい、だからちょっと僕的にもなんかどっちのモードなのかなそうですね、やることはバラエティですもんね、まあ、そうですね、結構なんか、はいはい、なんだろう、アイドル寄りの時と、はいはい、プロレス寄りの時と、はいはいはい、結構ありますね。なんかこれ本人的にね、はい、もうデビューされてもう 3年4年ぐらいですか。3年4年目に入りましたね、はいはい、そういうなんか仕事で切り替えたりするんですか、今日はこっちだなとか。まあ、なんか基本的にそんなになんか大きな違いっていうのは根本が2つっていうのが軸にはあるので、あんまり切り替えてはないんですけど、ただなんか自己紹介の時とかだったらアイドルさんのところ、アイドルさんのファンの方が見るところでだったら、まあ、いろんなフェスとかね、そうですね、いろんな人が集まってとかありますから、はい、っていうところだったら、まあ、なんかそのパワーをアピールしつつ、パワーをアピールしつつ、なんかプロレスやってるっていうのをやっぱ伝えるために、そうか、はいはい、知らない人もいるからね、そうですね、うんうん、得意技をカナディアンバックブリーカーですっていうのを言って、可愛く言うんですか。そうです、いや可愛く言う、ちょっと、はい、教えてください。得意技はカナディアンバックブリーカーです。イエーイ、はい、そんな感じになるんですか。そう、こんな感じです、はい、可愛く得意技を言う、いいですね、はいはい、でね、プロレスのまあ現場というのはまた、そうですね、プロレスの現場、プロレス番組というかね、私の出ていただいたのは基本的にはプロレスの番組なんですけどね、はい、プロレスの現場だったらなんかアイドルとして扱われるのか、うん、まあ、プロレスラーとして扱われるのかだいぶ変わってくるんですけど、はいはいはい、なんか個人で他の東京女子のプロレスラーだったらもうお茶も出ませんからね、もうねそうですねアイドルだったらちょっとね優しく、いやそんなことはないそんなことはないけど、はい、なんかでもその、はい、なんかところで結構難しいんですけ ど、 で結構なんかそうですね、一番分かんないのが難しいですね、どういう感じで、うん、どういうテンションなのかというかだから僕もね割と分からずやってましたね。あ、本当ですか。そう、はい、でも結構ここのところで一番難しかったかもしれないです。あ、本当ですか、はい、でもまあね楽しくね、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。すごくやってて、だから3人がそれぞれなんかプロレスはやってるんですけど今、はい、全然その前のこうねあれが違うんですよねもう好きだった人もいるしね、そうですね、考えなかった方もいるし、はい、ね、美優さんはでもプロレスはあんま知らなかったし、知らなかったですね、本当に知ってた情報としては自分アイドルが好きなんですけど、うん、はい、アイドルさんがなんかプロレスをやるっていう企画あったじゃないですか。あ、ある。でも割と定期的にねそういうのってあるかもしれない。そうなんですね。でもそこにちょうど直面して、うんうん、だプロレスをなんか何をするのか知らなかったんですけど、うん、なんか名前だけ聞いたことあるくらいの認識で入ってきましたね。ああ、え、その時点で知ってるプロレスラーっていました？入った時誰が知ってる？松井珠理奈さん。いや違うんです。だからそれはおかしいんですよ。それとその話長くなりますよ。次週にそれはね。そうですね。でも珠理奈さんはプロレスラーじゃないですか。じゃないです、ね。あの方はバリバリのアイドル。アイドル、はい、もうバリバリのアイドル。ドラマでやってたら。そうですね。ドラマでやってたからやっぱりそこは知ってたんですけど、はい、本当に何も男のねえプロレスラーで知ってる名前。あ、まあ、猪木さんは知ってるでしょ。猪木さんは知ってました。猪木さんはよかった。多分知ってます。ただ、はいはい、それが何の人なのかっていう認識ではなく、そのダーの人、はい、ダーの人っていうイメージしかなかったです。当時は。はい、長州力さんとか。長州力さんも逆に小力さんから入って知ったっていう。小力世代ね。はい。小力世代意外と長いのよ。割と小力世代、はい。長州力さんもどうも長州小力です。挨拶しますから。二人の現場の時にね。もうどっちか長州さんが。はい。アリサして小力くんが長州力ですって言うとね、2番目のね小力くんの長州力が受けないですよ、全然ね。そりゃそうですよね。そうなります、ね。落差的にあんまりね、おか何言ってたお前っていう変な感じになるだけでね、長州さんの方が一発目が受けるっていうことになりますけど、知らなんか、あ、天竜さんなんかも今ね結構そうですね、有名ですけど、当時はちょっと全然知らなかったです。女子プロレスラーも。女子プロレスラーも。女子プロレスラーね。知らなかったですね。うん、まあ北斗晶さんとかね、はい、番組バラエティ番組で
活躍されてる方っていう印象でしかなくて、うんうんうん、これどうですか、あのプロレスファンとアイドルファンって結構共通点ってありますか？そうですね、今だいぶ最初言われたそれ共通点があるっていうのをよく聞いてたんですけど、うん、もう何が同じなんだっていう全然、いや全然違うじゃんって思って、私戦うために入ってないって、うん、ってはいたんですけど、はい、でもやっぱこの3年やってきて、うん、これは似てるなっていうのを日に日に感じてきて。どういうところが似てますか？そうですね、やっぱりなんかあの輝いてる姿、輝いてる選手、うん、アイドルをあの全力で応援するっていう、はい、その成長していくところに応援を寄り添っていく、なるほどね、っていうのはだいぶ似てる点だなって思いますね。うん、まあ、やっぱりあとはなんかそのステージで歌うセットリストで湧くとか、可愛、ね、いポイントで湧くとかっていうのがアイドルオタクにはある中で、うん、やっぱプロレスラーだったらその対戦のカードからとかあとまあやっぱりあれセットリストだったのあれそうか、まあ、セットリストみたいなもんですかね。ある程度曲があって、はい、このあこれ1曲目に持ってきたとかこれやってくれたことあるけど、ね、選手も選手はちゃんといてこれ1試合目にこのマッチメイクだったかってそれ逆に考えたことなかったですか？本当ですか？でもそうか、はい、セットリスト組み合わせでね、そうですね、この演出が変わってくる、まあ、はい、印象が変わってくる、そうですね、興行全体の印象が、なるほど。でこの子が最初にね、はい、出てくる場合もあるし、ちょっと引いてる時もあるし、そうですね、やっぱこの1試合目からもう盛り上げていくっていう時もあれば、やっぱじわじわレスリングとかから始まっていくっていう時もあったり、はい、同じですね、じゃあもう同じです。いや同じではないですよ同じではないけど似てるという、そうですね。いやでもね、そんな人がね、はい、いきなりね、あの人をね、これまあ持ち上げたりもそうですけど殴れ、いや殴れなくないですか？普通女の子ってそういうことしたことないっていう人の方が多いじゃないですか。いやなかったですね、普通喧嘩とかも普通そんなしないじゃないですか、うん、まあ、まあ、あっても、まあ、あってもね言えませんしねいやいやいや、しないんですけど、したこともなかったんですけど、ただやっぱりその最初に人に攻撃を与えるっていうのはすっごいなんか抵抗はあったんですけど、あるでしょう、はい、でも意外とやってみたら、あ意外といけるな、いや早いな、それおかしいでしょ、意外といけるな、他のメンバーもすっと対応できてました、それでもやっぱりもともとプロレス好きだったとか、はい、格闘経験ちょっとあったとか、そういう人だったら、ね、はい、いけたんですけど、じゃあ逆にこう、まあ胸板なりなんならもうね、このほっぺたもあるけどバシーンってやった時にこう、あ別に大丈夫だなっていうか気持ちいいなみたいな、あありましたね。なんか自分がもともとパワーがあったらしくて、あこれはもうあのアイドルになる前から感じた、はい、感じたんですか？気づかなかったんですよ、はいはいはい、でなんかたまたまあの人あまり言われませんもんね、あの君は力ある方かって、あのそう、ね、アイドルのオーディションでね言われないです、ね、ちょっとこれ米持ち上げてこれちょっと5キロのやつとかオーディションでないですね、ないですもんね、はい、でその中にいきなりやっぱこれを持ってみてとか、うん、このダンベル持ってみてって言われて、はいはいはい、あれ自分力あるぞってだんだん気づき始めてでこれを生かしたらいいんだってなった時に、うん、やっぱりなんか勝ちたいっていう思いと、うん、そこで技を出していくことがマッチしてデビュー戦には挑みましたね。デビュー戦とかをあの覚えてますか？自分のやったことをよく本当のプロレスラーの人もみんなね、はい、何しの方なんか覚えてないって言うんですよ、大体の方は。まあ、そんな昔のことじゃないですけ どうそうですね、覚えて、でもその当時のなんか気持ちとかはちょっと緊張しすぎて思い出せないですね、うんうん、ただなんか本当この前たまたまなんか、はい、コメントとか記事とかを読み直したんですけど、はいはいはい、自分のなんかなんだろう、浅さというか、あちょっとなんかあと、そうですね、はい、なんか試合終わった後のコメントが、はいはいはい、よっしゃって思いましたって言ってて、あなるほど、はいはい、自分は本当にこんなに何にも知らず入ってきたんだなっていうのを3年経って思いました、ね、あんまりものすごいなんか俯瞰から見たような分析をされても困りますよ。そうですね、まあ、私はこうだったけど、はい、ファンの方がどう感じたかはちょっと、まあ、序盤にもうちょっといろいろ仕掛けて相手を誘いながらちょっと技を出すみたいな嫌な感じだな、この、この、そうですね、この新人なんか嫌な感じだなありますよ、はい、ただそれでちょっともうデビュー戦の映像とか見返したくないですね、なんか恥ずかしくて、気恥ずかしくて。あそうですか、はい、でも割と早い段階でベルトはね、タックのそうですね、負けたような印象はありましたけどね、はい、そうですね、デビューが2017年なんですけど、うん、ベルト巻いたのが2019年ですね、はい、もうベルトがこうなんか自分のね、はい、ものになった時ってどんな、なんか周りね、これご家族の方とかになんかやっぱ言いました？
はい、いやなんかでもびっくりしてましたね、はい、なんかいろんなその記事とか読んで、はい、なんかこんなプロレスを知らずに入った娘が、はいはいはい、急になんか記事とかでベルト持ってる写真見てあれみたいなびっくりしてましたね、だいぶ。でアイドルの現場にも、はい、その行くわけでしょ、行ったこともあるんでしょ、そのベルト、はい、そうですね、ベルト。他のアイドルの皆さんどういう反応なんですかでも結構なんか一回通り過ぎた時とか二度見されるみたいな、はいはい、あの子なんか横持ってたな、なんかこれ肩かけて歩いてたみたいなそうですね、こんな人はあの楽屋にね入ってきたらちょっと開けますけどね、これねベルト持ってきた人入ってきたらね、そうですね、結構ね今はなかなかないですけど、アイドルなんかね大部屋にね、はい、割とこうフェスなんか入る時、ね、入る時ありますけど、はい、聞かれたりはしなかったですか。あんまりいやでもちょっとなんか見られてえっていうだけでしたね、はい、ただ、まあ、そこで喋りかけられたらちょっと仲良くなりたかったんですけど、うん、あでもね、まあまあ、あの DDT っていうね、もともと団体があってそこのね、はい、流れからできた東京女子ですから、はい、DDT なんかねアイアンマンって言ってね、あ24時間いつでも誰でも挑戦できるベルトがあるから、はい、もしかしたら取らないとも限らないじゃないですか。そうですね、したらアイドルが挑戦してきますよ。それはまずいですね。アイドル後ろから殴りかかってきてそうですね、もしちょっと推しメンだったら、はい、ちょっとあれですね、何推しメンと戦えるんだな推しメンと戦えるならちょっとそうですね、狙わないと、ね、よく知らない人だったらもう返り討ちにしてね、 ね、お前じゃないんだっつって推しメン来るまでは誰だ誰だお前誰だっていうのがこう蹴ったりなんかして推しメン、そうアイドルもね、そうですね、そう好きだから、はい、好きです。いやだからどうですか、自分が一番今までの中でね、まあ今度ね、はい、あの大きな試合はありますけど、はい、シングルマッチある一番こうなんか印象に残ってる試合とか、これはもう逆に すごかったなとか、もうなんか悔しかったでも痛かったでもいいです、印象に残る試合ってのありますか、自分の試合で、うん、はい、そうですね、まあ、デビューしてからだと、うん、はい、そうですね、デビューして半年くらいの時に、うん、はい、なんか先輩とシングルマッチをメンバー全員やるっていう企画があって、はい、うん、あ、なるほど、はい、その時に山下さんと、あ、はい、山下美優さん、はい、そうです、まあいろいろチャンピオンとしてね、はい、まあ、エースとして活躍されてましたね、はい、とシングルした時はすごい印象的というか、うん、あの自分がまだプロレスを始めて半年で、自分死ぬのかなって思ってこんなにすごい試合中に、いやなんか試合戦う前から結構やっぱなんか山下さんの存在が結構すごいって思ってたので、まあ、試合も見ててね、はい、試合も見てて、シングルで戦うなんて大丈夫かなって思ってて、じゃマネージャーにちゃんと言うんですか、私もしかしたら死ぬんですかって、あの朝のスケジュール入ってるけどって言われて、あ、じゃあ死にませんみたいな、そんなアイドルが死ぬかもしれないって思う、なかなかないですね、うん、思った、うん、いやただなんかもう怖すぎて、そのデビューして直後で、うわ本当のトップだもんな、そうですね、はい、ただまあその中でも、まあ、なんとか生きて帰れる、今も元気にやれてますよそうですね、生きては帰ってこれたんですけど、はい、ただその時に結構意識が変わって、アイドルとプロレスの両立っていう部分で、なるほど、はい、もっと頑張りたいなっていうのをやっぱそこのエースと戦うことで、まあ、お客さんのこう目をねいい意味で変えるっていうね、そうですね、だいぶやっぱり、うん、なんかこの子たち大丈夫って思われてたのが、確かにだいぶなんかあ頑張れっていう見方をしてくれるようになった、大切そうですね、はい、それでなんかベルトを取るとまた見る目も変わってきて、そうですね、でどういうもんかななんて初めて見る人がいて、お夜じゃないとかねそういうことで意外と変わってきますからね、いつもずっと見てくれてる人ばっかりじゃないですからね、そうですね、やっぱ最初の頃はアイドルなの、うん、みたいな、そうそう、はい、そういうところからやっぱどんどん変わってきてくれましたね、うん、みんな、なるほど、じゃあねもう本当にね、こちらを見ていただいて、もう本当にもうすぐだとは思いますけども、はい、タイトルマッチが、はい、はい、2月11日後、うん、楽園ホール大会で、はい、辰巳梨花さんの持つプリプリのベルトに挑戦するので、はい、ぜひ応援よろしくお願いします、はい、これはもうちょっとね僕ももし、はい、機会があったらちょっと見に行きたいなと、ぜひ来てください、いろいろねコラボでレクチャーもね、はい、して、そうなんです、まあ、ほぼね役には立たないレギュラーいやだいぶ勉強になりました、でもその後のいろいろ番組に出た時にはちょっと役立つかもしれないそうですね、タイトルマッチで役立つかどうかはちょっとね
プロレスラーじゃないんだから聞く人おかしいんだから違う人いただろうって話なんだから。ありがとうございます、はい、ということでね、じゃあ、ね、いろいろあのそちらの、ね、YouTube の方ももちろん、はい、あのアップガールの YouTube ってことですか。はい、そうですね、はい、アップガールズの公式の YouTube の方、はい、ということでございます、はい、はい、ということで私のね、イリキューチャンネルの方も、はい、チャンネル登録をお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。